おはこんばっちー、ハッチチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじいの月やっていきたいと思います。現在国際大会中、日本代表おじい大健闘しておりますということで、現在ミッション金メダルを目指せということで、インターナショナルベースボールカップで金メダルを獲得する、これに全速前進要ソロしておりますということで、今日も元気よくおじいやっていきましょう。まずはこういうで、お出かけも何もできないので、結局ね、なので遊びでちょっと気分転換するだけ。さあ行きますか、もう一回か。じゃあお出かけ、能力研究所行こうかな。でも投資できないからな、金がなくて。え、悪い能力をつけたいってわけでもないしね。設備の投資も1000万ちょっとないので、寄付しちゃうときついので。さあいよいよ試合と見せかけて、またまたお出かけですね。まあ、給料ちょうど入るからいいのかな。いやー、買いたいわ、自家用ハイパージェット、めちゃくちゃかっこいいよね。30億ということで、海外にもね遠征来れるからね、見に来ただけでありがとうと言われるおじい、かっこいい。ということで早速試合行ってみましょう。なりきりプレイ、相手はドミニカ、最強じゃねえか、打撃が素晴らしいということで、おじい今日はスタメンではない、相変わらずね。さあ行きましょう、1次リーグ最終戦かな。これ勝てば確実に決勝トーナメント、多分負けても決勝トーナメント出れるんじゃないかな。今3戦3勝なんで、いやーかっこいいよな。いや強そうだね。さあ OG が活躍する場面あるか、逆転、日本逆転。さあ代打で登場、いや打つしかないね OG。 いやー日本、ジャパンのユニフォームが似合って、あれ、ぴょん。さあ、マレーロ、チェンジアップね、オッケーオッケー、チェンジアップ持ちはね、おじい得意としている、おれい、入れ、入んない、チェンジアップはおじい得意としてるから、オッケー、ナイスツーベース、これ、もしかしてキャッチャーで出場じゃない？ですよね、同点ホームラン打たれるチャンス、違う、アローよ、アローラじゃないかい。ワンストライクスリーボールか。いや結構ね球散らしてるね。うおー、とりあえずねおじい、これ海外でさ囁き戦術したとしてもさ、何言ってるかね分かんないもんね。やったー、素晴らしい、キャッチャー F が輝いてるだけでね、ささやき戦術全く OG 輝いてないね、何言ってるか分かんないもんな相手の国からしたら。ということで無事に勝利、いやーヒーローじゃない OG、 あれま、まとりあえずね1次リーグ全勝で行きましたね。いやでもな、ちょっとキャッチャーでの出場勘弁してくんないか、きついというか怖いっすよ。日本は無事決勝トーナメントへ出場進出、いやー嬉しいね。さあ給料入るでしょ、の前にまた休養か、しょうがない。じゃあお出かけ行って、特にねやることないんだけどね、ここに来たよっていう証を残しておこう。ちょっとさ300年ローンぐらいで買えないかな、おじい老後ないから無理か。さあまたか、またか、またお休みか、どうしよっかな、体力もあるからな、結局遊びましょうか、気分転換、気分転換であげてくれよって思うけどね。さあまたまた試合かな、今度はいよいよ決勝戦、あれ決勝戦、準決は日本の相手は強敵オランダ、え決勝トーナメントじゃなくてもうすでに決勝戦ですか、
いや、おじい、レギュラーじゃないと辛いよ。つまんないよ、それは。ねえ、さあ、最終戦行きましょう。なりきりプレイで。ついに決勝の日を迎えたな。相手は？オランダ。おそらく1次ラウンドで勝った相手なんだけど、どんなチームか。バランスの取れた、いいチーム。スコア、それから相手投手、すっかり覚えてないですね。優勝目指して、おーということで、スタメンじゃない。ダルビッシュ先発か。いやー、スタメン OG、一回もなし。さあ、行きましょう。いや、やっぱ、おこれだ、トロフィー。かっこいいね。いや、でもさ、このムービー、かっこいいな。わかるんだけど、コナミさん、ここだけ頑張った、そこだけ褒める。2回目には飽きたとか言ったけど、やっぱりかっこいい、このムービー。いやー、いいね、また日本代表になりたいね、おじい。さあ、いよいよ試合。おお、あー、めっちゃ失点してんじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、やべやべ、めっちゃ乱打戦。ヒット9本で6点とヒット8本で9点、一発打線じゃねえか相手。負けるな。おじい、頼むぜ。J! よーポン。シャウテン。変化球は投げました。スライダー。スライダーにカーブ系にフォーク系にツーシーム系。さこい。投げました。スライダーね。オッケーオッケーオッケー。ここランナー出たいね。なるべく。よっしゃ。あー、ダメか。おじ打てねえな。逆転。さあ、アルパイ、ピッチャー変わる。カーブ、ピッチャー変わって逆転して、ここは一発。よっしゃ、ナイス。よしよしよし、2つ、ナイス。これはね、追加点欲しいところ。どうだどうだどうだ。いやー、追加点なし。そしてまたキャッチャーで出される。いやー、あと1人で終わるじゃん。中崎さん、うわー、これちょっと配球今ノーノーですね。ウェイボル、強振してきてんのか。ミート B パワーへ弾道4。よし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 、わ、怖っ。おっしゃ、ラッキー。わ、どうしようかな。1球インハイに外そう。惜しい。フォーク。いやー、甘く入った。甘く入ったよ。おじいもおじいも頑張ろう頑張ろう。走れ走れ走れ、いくよいくよいくよ。さあ、やばいやばいやばい。あ、でも2ストライク。いや、4番だよ。4番 DH パワー A。 これもう外してもいい気がすんな。前走でやったー、完璧なところ入れた。やったー。え、キャッチャーで、そういうことか。演出家だね、監督。まさかおじいをキャッチャーで使うのは、そういう。めっちゃ顔悪い。今までで一番顔悪いモブじゃないこれ。やったー、せーの、バンザーイ。やったぜー。おーおー、うわー、おじい、いい位置取ってんじゃん。これ一番右どうなってんの。組体操でもやってたら今一人だけ。やったー。結局監督は誰だったこれ。分かってんだけど誰監督。いやー、最後よく抑えたよ。おじい、キャッチャー F ね。でも、ささやき戦術。でもさ、外国人だからさ、おじいがさ、なんか言ったとこでさ、何言ってるか分かんないよね。やったぜー、世界一。決勝戦は、日本が金メダル。やったぜー。お、電話電話、誰誰誰誰、ピッ。おー、尾形監督ね。いや、なんかカープのユニフォーム懐かしく思っちゃうね。金メダリスト、いやー嬉しいっすね。お、称号獲得、金メダリストと呼ばれるようになった。やったじゃん。優勝賞金、大会出場手当として700万、
え、それしかなんだ。ゴルフで2回優勝してもね、それ以上稼げるからね。野球やっぱやめよっかな、おじ。いやー嬉しい、所持金が700万増える。いやー嬉しいですね。こちらが称号ですね、金メダリスト。代表メンバーとしてインターナショナルベースボールカップで金メダルを獲得した選手に贈られる称号ということで、いやー嬉しい嬉しい。現在の称号に設定しました。では移動して、え、もう広島。ちょっとさ、なんかパレード的なのないの？寂しいんだけど。お出かけ、二神の店でも行ってあげましょう。しょうがないからな。いやー金さ、500万だっけ、1000万だっけ、なんか倍貸してやるよと言ったのにさ、1回目だけさ無料にして、2回目以降毎回5万取るって、なかなかやばいぞこの店。客増えねえだろ。え、優勝パレードとかないん？これ南條さんも褒めてくれないの？え、てかさ、今の期間ってさ、ずっと休みだったんかな？リーグはどうだったんだろう。移動して、また寝る。お、東京だね。ということで、今日のパートは、あ、え、長崎さんじゃね？スカイツリー、遊ぶの好きだね。ね、世界一になった2人組が、後楽園で遊ぶと。いや、スカイツリーで遊ぶと。そんな感じか。では、冷やし中華屋行きましょう。さあ、ここのね、ランク上げればね、金徳本が手に入るんで、2万円。あ、安い安い。二神の店よりはるかに安い。うわぁ、調子が落ちたね。ということで、今日はここまで。ついにおじい、世界一、世界のおじいになりました。でもさ、世界大会丸、つかなかったね。いつつくんだろう。さっきの大会直後でつくのかな。残念でしたね。ということで、レギュラーシーズン、今度は日本一へ頑張っていきたいと思います。また次回のおじいでお会いしましょう。バイバッチ。